き合う嘘だけでそうよ初めての顔でお互いにまたも燃えるの愛した後を叩いたいの二人男と女そして一人と一人できてもいいのよ私何度でもきっと引き戻す戻してみせる20代の人にね聞いて知ってるったらあのパールライスの歌って言われたんですけど何年か前にパールライスのコマーシャルでやってましたよねなんかねで私たちの時には子供の時だったので金井克子さんがこの時25歳ぐらいだったそうなんですよね、うん、だったそうなんですはい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 でまあこうやっていろいろアレンジをやってるんですけども先日ね何でしたっけフォークナイトでやりましたねご一緒させていただきましたフォークナイトですねでその時に女性アイドル縛りっていうのをやさせていただきまして私とぴょんさんでピンクレディーをやらさせていただいたんですねでもちろんですよ、ね、残念残念でしたね見たけど違うあの昭和の2人組のアイドル歌手ってピンクレディじゃないですか3人って言ったら誰でしょうアイドル歌手キャンディーキャンディーシュガーなんですシュガー次の曲ゴールデンハーフスペシャルかと思ったゴールデンハーフアイドルじゃないそうですか、はい、エヴァアイドルエヴァがではシュガーの曲になるんですけども題しましてウェディングベルを鳴らしてハワイへゴーっていうんですけども結婚行進曲っていうのがあるんですけども2曲入っておりますメンデルスゾーンのとワーグナーですねワーグナーですねワーグナーですね2曲入っておりますそれからエンディングに今頃新婚旅行ってハワイに行くんですかねどうなんでしょうハワイアンを入れた、エンディングになってるんですけども私もね25、26、27年、28年ぐらい前に最初の新婚旅行に行ったんですけどそれはねまあでも最初でしょ皆さん最初の新婚旅行ですよね、うん、ね最初の新婚旅行でモルジブに行ってきたんですよで本当にねでなんとノリさんがね明日からモルジブに行くって言うんですよでそれでモルジブね早く行かないとあそこお水がなくなっちゃって水面が上がってきてなくなるのはサンゴの島なんでいっぱい、うん、なくなるとなくならないうちにね行かないといけないってことでモルジブってね赤道がこうあってインドがこうあったらこの辺なんですよこの辺なんですよ、うん、潜ったりしたらねすごいところなんですけどもそこが潜りのドラマで私がシンガポール経由で行ったんですけどもノリさんがそれは縁起が悪いと
シンガポール系メールをやめたそうなので、どっか違う方から回っていかれて、で来週の22日ライブなんですけども、その日の朝に帰ってくるってことなんで、帰ってきてね誰かもいない、いやちょっといら、いないと困るので、で来月、先ほどのライブ告知なんですけども、昭和歌謡と平成ポップでやりますので、でこの度は、とっても上手なベースの方を一人途中から半分入っていただきますので、どうぞ楽しみにというかいらっしゃってくださいませ。ありがとうございます。それでは最後の曲になります。はい、それではウェディングベルを鳴らしてハワイへゴー。私の横を過ぎる